では今回はですね、絶対にやってはいけない五十肩ストレッチ、これをご紹介していきたいと思います。はい、小沢貴博です。宇奈山隆之です。はい、今回はですね、絶対にやってはいけない五十肩ストレッチをお話ししていこうと思います。はい、はい、で今回の動画の内容を見ていただきますと、まあ、もちろん五十肩を直すストレッチもご紹介させてもらいますけど、これ絶対やったらあかんぞっていうストレッチもお伝えさせてもらいます。はい、まあ、それやってると逆に悪化して治らんみたいなことになるからね。はい、それを紹介させてもらいます。はい、でさらに五十肩のね、どうやったらそういう風になってしまうのかっていう仕組みをお話をしていきたいなと思うので、今回動画を見ていただいて、そして、悪化するようなストレッチをやめてもらって、しっかり五十肩を直していただければと思います。はい、というところで今回の内容はこんな感じになっています。それではいきましょう。ではですね、絶対にやっていけない五十肩の、ストレッチということだったんですけども、まずは五十肩とは何なのかっていう話なんですけど、五十肩ってさ、はい、これさ、ニックネームなんですけど、ニックネームですか？そう、ニックネームやん。いや、わかんないですね。あまり、はい、正式名称っていうのは肩関節周囲炎。うん、そう、肩の関節の周囲の炎症だったり痛みとか関節可動域が動かない、これを、肩関節周囲炎とかって言うけど、うん、でなんで四十肩、五十肩、六十肩とかあるかって言ったら、その年齢の人に多いっていうのがある。だから40で50で肩上がらんという人は四十肩、五十肩って言われる。はい、そう、ただこれだけです。はい、なので正式名称は肩関節周囲炎という状態ですね。で、状態としては上げるときに肩が痛んだりとか、物理的に痛みがあったりとか、動きが悪くなってしまう、こういう状態のことを五十肩とかって言います。はい、では、なんで五十肩になるんですね。はい、うん、で、なんで五十肩になるのかっていうことなんですけど、これはですね、肩が動きすぎてるんですよ。はい、意味わからない。そうです。OK、ちょっとそれ話していくんだけど、はい、腕っていうのはですね、こうやってまっすぐ上げるときっていうのは、実はね、ここの肩の関節だけで動いてるんじゃないんですよ。何かっていうと、この肩の関節とこの肩甲骨が一緒に動いて腕って上がるね。はい、はい、で、腕がだいたい120度曲がります。はい、そして肩甲骨が60度曲がります。そして足して180度で腕っていうのが上がるね。はい、じゃあここで例えば肩甲骨が固まって動かないってなってしまったら、腕ってさ120度までしか上がらないね。はい、じゃあこの状態で無理に動かしてたりとかすると肩を痛めてしまう。あ、そう、これで五十肩になってしまう。はい、うん、じゃあちょっと一緒にやってもらいたいけど、はい、じゃあ宇奈山君、これね、わざと肩甲骨を動かないような状態を作りましょう。はい、はい、じゃあまず普通にこうしてもらって、これで腕だけね、そう、これ普通、はい、まあ、上がるよね。はい、上がりますね。じゃあ次反対に手をこうちょっと内側に入れて巻き肩っていうのを作って、はい、肩甲骨前に押して、ね、この状態で腕まっすぐ上げて、そう、これどう？上がる？ここで止まります。そう、止まるよね。はい、そう、ここで止まって、そう、実は猫背になってしまうと肩甲骨っていうのは動きが止まっちゃう。はい、じゃあ動きが止まった状態で腕のこの肩の関節だけで動かそうとするから無理に動かしてしまうのね。はい、そう、だから上まで上がらん。じゃあこの上がらん状態でさ、今までちょっとやってみてよ、右手で、で、上げてみて。はい、上がらんよね。はい、この状態でさ、えいえいってやったらどうなるよ。痛いやん。やろ。はい、そうっていうことを繰り返し繰り返し生活の中でやるから、何度も何度もこうなってしまって関節で炎症を起こしたりとか、この中に入ってる筋肉が挟み込まれてインピンジメントって炎症を起こしたりするわけ。はい、そうだからこそ根本的な原因っていうのは肩そのものにないのね。そう、猫背だからです。そうだから猫背になるから肩甲骨が動かなくなってしまって、肩だけを無理に動かしてしまって肩が動きすぎて炎症だったり痛みを起こしたりインピンジメントを起こしたりするわけです。はい、そうだからこそ肩にはあまり原因はなかったりするんですね。はい、じゃあそれを踏まえて五十肩ストレッチ、絶対にやってはいけない五十肩ストレッチって何かって言ったら、まずね、こう手が後ろに回らない人はこういうストレッチしてない。あ、こうやって無理によいしょよいしょって、ああ、
か、うん、こう上げるストレッチとか、窓拭き体操とかね、あ、はい、とかこう腕、肩の関節を伸ばそうとするストレッチ、うん、これは全部ダメ、ダメ、全部ダメ、そう、なんでか分かるみたいな、無理に動かしてしまう、そうなんですよ、はい、ね、肩の動きっていうのはどこどこや、上腕骨と肩甲骨、上腕骨と肩甲骨ね、腕と肩甲骨が一緒になって動くわけだから、はい、じゃあ一緒になって動くのに、ね、ここが肩甲骨が動かなくなってました、でそれなのに腕を無理やり動かそうとしたらどうなるの、炎症が起きる、そうやな、はい、じゃあ宇奈君もう一回やってみよう、猫背にして、で腕上げてみて、でこの状態でこれでえいえいえいってストレッチやるよね、はい、痛いですねな、そうっていうことをやってるのと一緒だ、そうだから何をしないといけないのかっていうと、猫背を直さないといけない、はい、肩甲骨をケアしてあげないといけない、だからこそ正しい五十肩のケア方法っていうものは、この肩甲骨が正しい位置に戻るようなケアをやってあげることが大事、はい、でそれをしてあげたら五十肩がさっと治っていくから、はい、はい、なので今回はこの猫背をしっかり治すケアを5つ紹介していきたいと思います、はい、はい、たった3分でできるので、ぜひ僕らと一緒にやっていきましょう、はい、ではですね、ストレッチをやっていくんですけど、まずはご自身の肩の状態を確認してみてください、肩ちょっと上げてみてもらって、どこまで上がるか、どこで痛いかっていうのをちょっと比べてみてくださいね、はい、じゃあこれをストレッチをやっていって、マッサージをやっていって、どういう状態なのか実感してみてください、はい、はい、ではまずやっていきます、まず腕頭骨筋っていうところをやります、まずは手のですね、筋肉でいうとこの辺りになるんですけども、この手首をグイッと浮かしてもらうと、ぷくっと動くのが分かる、はい、分かります、この筋肉、はい、はい、この筋肉を動きます、はい、じゃあ、まずは手をこのように掴んであげてください、はい、で掴んで親指を腕頭骨筋に当たるようにして、はい、軽く縦にグリ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 とすると痛いところがあります、あるよね、はい、じゃあその痛いところを見つけて、筋肉を潰すようにグッと押さえてあげてください、はい、はい、で押さえた状態で手首をグリッグリッと動かしてあげてください、はい、痛いよね、痛いです、 OK、 じゃあこの腕頭骨筋をグッと押さえて、痛い状態で手首を中央くこういう風に内側外側内側外側とひねっていきます、はい、行きます、はい、1、2、3、4、1、しっかりと用意して6、7、8、9、10、 OK、 はい、じゃあ次は長小筋って言われる筋肉ですね、はい、で長小筋っていうのはこの腕の内側の筋肉になるんですけど、手をグッと握ってもらったり手首をグッと振るとこの辺が硬くなるね、はい、はい、この筋肉をほぐしていきます、はい、はい、まずは、肘を曲げます、ね、肘を曲げて、で手の力をガーンと振ってください、手首をガーンと振る、そしてこの筋肉のところに親指を当てます、はい、で当てて、これもこう前後にこう動かしてあげると、コリッコリッと痛いのがあるよね、あります、あれね、じゃあその痛いところをグッと押さえたまま手首を動かすと、グイ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 とこう食い込んでいくとかだよね、はい、はい、でこれを10往復いくよ、はい、はい、いきまーす、はい、は母子球筋というところがあります、はい、はい、母子球筋というのはこの手の親指のこの付け根のところの膨らんでいるところ、ここに母子球筋というのがあります、はい、でこの辺りをまずは人差し指とか中指でもいいのでグッとこう押し込んであげる、はい、で押し込んであげてこのように左右に動かしてあげるとゴリゴリしているところがあると思います、ありますね、痛いところある、あります、そうで、ここを見つけてあげて、で、グッと押さえて、で、こうやってゴリ。いたーっていうのがあります。で、これも10回やりますよ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
肉はこの背中から胸についている大きな筋肉なんですけど、この脇の部分、ここをしっかり掴んであげてください。はい、4本の指と親指で掴んであげます。で、親指はこの脇の内側に入れてあげて、4本の指は外側からパクッと掴んであげる感じで、掴むところは、どっちかというと肋骨だったり肩甲骨の下の方、ちょっと下の方をつまんであげると痛いとかわかる？あるよね、はい、でそこをしっかりつまんであげる。で、痛いところをつまんであげてから、また手首を内側、外側で動かすとゴリゴリゴリっと痛いところあるよね。ありますね。 OK、で、これで、ね、内側、外側で10回やります。はい、はい、最後5つ目、肩甲下筋っていうものをほぐします、はい、で肩甲下筋っていうのは肩甲骨の内側、ちょうど脇の内側のところについてる筋肉です。で、ここを筋肉をほぐしていきます。で、まず当て方なんですけども、4本の指、これをこの脇の内側に当ててあげてください、はい、で、当ててからさらに肩甲骨後ろ側に向かってゆっくりとグッと押し込んでいきます。はい、で押し込むとちょっと痛いところが出ると思います。で、押し込んだ状態で痛くなったなってなってから、手首を内側に向けると動くの分かる？ああ、動きます。ぐーっと動いてくるの分かりますかね。はい、こんな感じで内側にやってあげると肩甲下筋がよく動くのが分かってくると思います。で、この筋肉をほぐしてあげます。はい、ではこれでまた手首を内にひねったり外にひねったりっていうのを10回やりますね。はい、いきます。はい、1、2、3、しっかり押してあげてね。2、5、6、7、8、9、10。OK。ってしてあげると、はい、塊が楽になると思うので、ちょっと動かしてみてください。どう？あ、軽いですね。軽いでしょ？軽いです。うん、今ほぐした筋肉っていうのは猫背の原因を作る筋肉なんです。この筋肉が硬くなるから猫背になってしまって、猫背になることによって肩がぶつかってしまって痛みが出てしまうっていうのがあったんですね、はい、だからこそこの根本的な原因である猫背を作ってしまう筋肉をほぐしてあげれば肩はぶつかることないよね。はい、そうっていうことになるので、根本的に解決することができましたということなんで、はい、しっかりですね、このケアを続けてやっていただければ、あなたですね、50代っていうのは根本的に解決することができるということでございました。はい、というところで今回は絶対にやってはいけない50代ストレッチについてお話をさせていただきました。このストレッチってさ、正直さ、よく今理学療法の学校とか行ってきたやんか、はい、うん、こういってさ、この50代の肩を伸ばしたりストレッチってさ、理学療法やってましたね。やってるやろ、はい、実はそれっていうのは肩の関節を無理くり動かしてしまって悪化させるリスクもあるんですよ、はい、そうだからですね、僕はおすすめしません。絶対にやってはいけないと思います。はい、はい、なのでですね、しっかりですね、やってはいいこととやってはいけないことをちゃんと原因を把握して、そして原因に対してね、ストレッチやったりそういうことをしてあげることによって根本的に解決することができるので、しっかりね、勉強していただければなと思います。はい、はい、というところで今回ね、とても勉強になったでしょ、で痛みも楽になったということであれば、ぜひいいねと、そしてコメント、そうですよね、はい、いいねとコメントをぜひよろしくお願いします。ね、もう何かあった時にいいねとコメントいただいて、ちょっと先生よかったよとか、うなわくんかわいいねとか、かっこいいねとか、こだま大したことないなとか、なんでもいいですよぜひコメントいただければと思います。それが僕らの励みになるし、僕らもさせてもらってるんでね、でもっといい動画作っていきたいので、よろしくお願いします。はい、というところでですね、今回はですね、絶対にやってはいけない50型ストレッチについてお話をさせていただきました。では、またお会いしましょう。さようなら。